はい、こんにちは、山田です。今日はですね、久しぶりに現場ビログなんで、これから現場に行きたいと思います。今日何だったかな、屋根工事ですかね。はい、じゃあこれから向かっていきます。はい、ということで現場着きましたんで、ちょっと支度してこれから屋根の方に行ってみたいと思います。本屋やろうよ。本屋やろうよ。何時から？4時でしょ、だって。いや、このまま1時間ぐらいでもう終わっちゃうでしょ、だって。いやね。じゃあこれからね、本屋の方行くんすね。本屋行きますね。はい、ということでじゃあこれから屋根貼っていきますから。はい、ねえ、渡辺くん。はい、お願いします。はい。一応じゃあ、知ってると思うけど、はい、一応教えるね。はい、屋根ね。お願いします。これ今ちょっとカメラさん、はい、この今炭が出てますよね、この白い。はい、これがこれから張るこの屋根のこのトップの部分ですね。ここの部分、ここに来るわけですよ。はい、なのでここからまあね、長さを測ってあげると。で、ここのつかみ、これ唐草って言うんだけど、はい、ここの大体つかみ回数が5分ぐらいあるんですよ。はい、これ6分ぐらいあるか20ぐらいあるけど、なんで、まあ、ここ5分ですね。まあ、15ぐらい出してあげて、まあ、ここから4であげると。はい、これまあ 6.3 ぐらいですかね。6寸3分ですね。はい、っていう感じですね。で、これをまあ切っていきます。はい。はい、一応ね、心配なんで、まあ、上下も、はい、真ん中あたりも一応ちょっと見てみると、はい、はい、まあそうだね、 6.3 ぐらいですね。はい、そうですね、はい、いいですね。今回は田島さんですね。はい、はい、一応触ってあげると多分出てくる。あ、出てきました。すみません。あれ。いやいや。で、これ今炭弾いたんで、この線に沿ってま切っていく。はい。ここはちょっとあれじゃない。渡辺選手の出番じゃないの。はい。ね。はい。これはもういかに腕のね、握力を使って切っていくかと。はい。見せてくれ、渡辺の腕を。腕前レプゼン国立工業だからね。今日はあの応援ですね。緊張する。渡辺くん今板金屋さん何年目ぐらい？1年少しぐらいですか。あ、1年少し、はい、あ、まあでも1年も行けばね、はい、もうまだまだなんですけど、でもこれからある程度ね、もう流れも分かってきてる頃だろうからね。地味に腕疲れるもんね。そうですね。もう右手がパンパンになって、はい、もういや、まだです。まだ大丈夫、はい、ちゃんと腕の状況も実況しながらお願いします。はい、今どう？今いいですね。まだ全然まだ大丈夫です。ああ、さすがはね、はい、今約1メーターぐらい進みましたね。いいですね、先は。まだ全然余裕。は
はい、大丈夫です。おお、さすが。もういいね、様になってる。ああ、ありがとうございます。よかった。まだ全然大丈夫。いや、結構来てます。じゃあちょっと俺変わってみようか。すいません。いや、全然いいです。はい。じゃあ、渡辺さん、ちょっとカメラお願いします。はい、これね、結構ね、慣れるとね、そうでもないんだけど。はい。初めのうちは。バレるかな、バレるかな、バレるかな。で、大体この切ったこの 半分のこっち側が、はい、大体最後で使えるんだよ。はい。じゃあこれ貼ってきますね。はい。そしたらこれまたこっち寄ってもらって。はい。そしたらここちょっと見てください。はい。ここでまあさっきの炭にこう合わすのと、ここは切れてるんですよ。はい。ここね、V に、あ、V というか、こっちはこっちでか、また畳んであげると。はい。はい。で、今ちょうどここの炭したところの、ここにですね、たるきと呼ばれている下地が中にあるんですよ。はい。なんで、ここでまあビスを打ってあげると。ね、ガチッと効いてますね。そしたらあとは、ここのところをこう、掴んでみてあげる。上げるという感じです。で、この掴むときも、基本的には、の横、まあ、下から掴んでくる感じ。はい。だから先こっち掴んじゃうとね、ちょっとここが順番逆になるんで、こっちを先に掴んでから上に行くと。はい。まあ、こんな感じですね。まずこれで OK と。はい。で、これあとずっと行きますね。はい。Hello.
イエえオチがあってオチがあってオチがあってえどうしたの部屋の屋根が1枚足らなくて前借りしたんで屋根1枚足りますこの間もやってたよねあなたこの間もこの間やりました何やってんのかな頼むよ鈴木さん渡辺くん間違ったでしょボールだと思いますね、あもう渡辺くんのせいにするわじゃあ、うん、日東から引いとくねあやばいですねはいということで、今日屋根工事でしたけどまあさっきあれでしたねゲアはもうねもう日中のうちに終わって今本屋ね、はい、吹き上がってないんだよねそうですね、ね残念なことに1枚だけ明日じゃあ本屋さんからまたね、はい、持ってきてもらって、はい、しっかり収めましょう分かりました、はい、ということで、本日の動画は以上になります、はい、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさよならはい OK です